MLB レッツ4ワンドジャース日本時間27日オハイオ州シンシナティグレートアメリカンボールパーク左ハムストリングを痛めているドジャースの大谷翔平29が27日日本時間敵地でのレッズ戦に2番 DH で先発出場4打数1安打で打率は336 一試合連続ヒットで首位打者をキープした。前日26日、同の試合後にドジャースの D。ロバーツ監督51は17日、同の試合で一塁にいた時に彼のハムストリングにボールが当たった。そこから始まったと思う。良かったのは針ではなく打撲のようなものだったこと。 と大谷のハムストリングを痛めた原因を説明した。天夜の試合終了後、約12時間後に始まったデーゲーム。2番、DH。でスタメン出場すると1回の第1打席。レッツの先発はオープナーとなった左腕の B。スーター、34、17日、同2県制球で左ハムストリングに送球を当てられた相手。 9目もスライダーを強振、ファーストのグラブを引いたが、セカンドにカバーされてセカンドゴロに倒れた。走塁ではセカンドが送球態勢に入るまでに全力疾走を見せ、送球されるとベース手前でスピードを緩めた。4回の第2打席はレッツ2人目、日本ハムソフトバンクで活躍した N。バルティネス、33、と対戦。 カウント2-2からチェンジアップにタイミングが合わずにセカンドゴロ。ここでも一塁まで全力疾走を見せた。5回裏終了時点で悪天候が予想され、一時中断。すると雷雨となり、約1時間15分の雨天中断となった。中断終了後の6回、西走者なしで迎えた第3打席。レッツ3人目 C。スパイヤーズ。 26、と対戦。カウントに、1から低めのシンカーを見逃したがストライクの判定。そして、5球目、内角低めのスイーパーに空振り三振に倒れた。0対4とリードされた9回の第4打席。カウントに、1からチェンジアップを完璧に捉えて、打球速度182.6キロの弾丸ライナー。ファースト正面もグラブを引き。 ファースト教習のヒット。そして、3番、F。フリーマン、34、の打席で2塁に進んだが盗塁は記録されなかった。大谷は4打数1安打で打率は33、336. そして、首位打者争いをしている2位の M。ベッツ、31、も4打数1安打で打率は、335で大谷は首位打者をキープした。 ドジャースは今季初の同一カード3連敗、さらに今季最長の5連敗となった。